さんこんにちは。ゴルフ歴5年フリーアナウンサーの早坂刈谷です。今回はゴルフ女子のファッションということで、この秋冬のコーディネートをご紹介していきます。イエイ。まあゴルフウェアって高いイメージがあると思うんですけど、まあこのウェアも実はアウトレットで1000円だったり、今はプチプラのブランドも結構多く出ていたり、私服で代用できるものもあるので、そういった着回しをねたくさんしてゴルフライフを楽しんでもらえたらなと思います。それでは VTR どうぞ。このコーディネートはボトムスにポイントを置きたかったので、全体的にシックにまとめています。こう子供っぽくなりすぎないように大人っぽい感じにしてみました。このコーディネートはエンブレムがポイントです。トップスにもあるんですけど、実はボトムスのお尻の部分にもエンブレムがたくさんあるんですよ。同じボトムスを着回してます。まあ、シンプルなデザインなので、こういった柄物を合わせてもいいですよね。はい、こちらは爽やかな組み合わせにしてみました。あったかかったらくるぶしソックスと合わせても可愛いです。こちらはさっきのトップスのセットアップになっています。元気な感じでチアっぽいのでポニーテールにしてみました。イエイ。こちらはチェックでお嬢様っぽいコーディネートにしています。色味が欲しいなと思ったのでタイツをエンジにしています。はい、こちらはカジュアルなコーディネートになっています。女の子らしいウェアが多いと思うんですけど、こういったものも可愛いですよね。皆さんご視聴いただきありがとうございました。参考になったでしょうか。ゴルフ場では基本ドレスコードは襟付きとなっています。タートルネックも襟とみなすとされているゴルフ場も多くなってきているので、そこはゴルフ場に確認してみてくださいね。最後のコーディネート、こちらのニットを合わせていたと思うんですけど、襟付きじゃなかったですよね。ゴルフの練習場では OK なので、コースに出る際はインナーにこういったポロシャツを着ることをおすすめします。それではここまでのお相手はゴルフ歴5年フリーアナウンサーの早坂刈谷でした。バイバーイ。